タマラ・ロホは、スペイン出身のバレエダンサー。2000年秋から2013年夏までイギリスのロイヤルバレエ団でプリンシパルを13年間務めた。2012年8月からは、イングリッシュナショナルバレエ団の芸術監督兼、リード・プリンシパルを務める。カナダのモントリオールで生まれ、生後4ヶ月で両親の故郷であるスペインに移った。5歳からバレエを始め、10歳で、 マドリードにあるビクトール・ウラーテバレー学校に入校した。16歳で、ウラーテのバレー団と契約、ウラーテの振付による作品を数多く演じた。1994年、パリ国際ダンスコンクールで金賞と特別賞を受賞した。1996年、パリの大会で審査員を務めたガリーナ・サムソアから契約を提示され、スコティッシュバレー団に移籍した。 1997年に、イングリッシュナショナルバレエ団に移籍し、1998年1月に、プリンシパルに昇格した。2000年7月、負傷した、ダンシー・バッセルの代役として、ロイヤルバレエ団の、ジゼルに客演した。同年秋、アンソニー・ダウエルの招きで、ロイヤルにプリンシパルとして移籍した。黒人ダンサーであるカルロス・アコスタとのパートナーシップで、 数々のレパートリーを踊っている。これまでにマリーンスキーバレー、ミラノスカラザバレー団、チューリーヒバレー、リトアニアバレー、キューバ国立バレー団、バレーアルゼンティーノ、中国中央バレー団、東京バレー団、新国立劇場バレー団などに客演している。マドリードのフアンカルロス王大,大学で、舞踊学学士号と、舞台芸術修士号を取得している。長身の団員の増えた。 ロイヤルバレエ団の中では非常に小柄で比較的ふっくらとしており、現代のバレエダンサーの一般的なイメージとは少し違っている。黒い髪と瞳の美貌に加え超絶技巧と独特の濃厚な演技を持ち味としている。2012年から芸術監督を務めるイン部では連日午後7時半までバレエ団の仕事に忙殺されているという。最後の1年間は ゲストプリンシパルとしての登録であり、専業プリンシパルとしては2012年夏までの12年間、ありがとうございます。